始めたのかな。その時のビートルズがね、軽く歌ってるんですよね。もっと早いテンポでね、あのウクレレでも伴奏が合いそうな感じのイメージで歌ってるんですけど、原曲はこういうの知ってました。弟も知らなかったと。こういうなんかゆったりした感じがね、聞いた原曲を聞いたら、最初はビートルズを聴きながらビートルズの感じで練習してたんですけどね、こっちの方が私好きと思いましたね。はい、こっちに変更させていただきます。大好きな曲になりました。ありがとうございました。で弟に挨拶したりして、はい、最後になりました。私が歌う曲の最後の4曲目です。この曲も今年初めて出会った曲で、まあ、あのコーラスをやってる方はね、もうこんな曲知ってるわよっていう方いらっしゃると思いますけども、あ、こんな曲って言っちゃいけない、とっても感動した曲なので、私にとってはね、あの今年の春ごろ、ポプラさんっていう私が今ボーカルを習ってる先生の、シャンソンじゃなくジャズを習ってる先生なんですけどね、その先生があのライブを東京でするというので、みんなで聴きに行きました。でその時にこの曲を最後の方にあのプログラムにしてて、あのいつも英語の曲が多いんですけどね、日本語であの歌ってらしたのを聞いて、なぜか私泣いてしまいました。なんだかとっても泣ける曲ねって思って、ぜひこの曲私も歌いたいということで、小倉さんにレッスンを受けてき、ました。ただ難しいことを言われました。これは人生を歌っている曲、私は私の人生を歌ったから、あなたが歌うときはあなたの人生を歌いなさいっていうアドバイスをいただきましたが、なお難しくなってしまったという曲です。はい、聴いてください。竹光徹さんという方の作品で、翼という曲です。この翼っていう歌はいつ聴いてもいいですよね。なんか自分も空を飛んでみたくなるような、なんかそんな気持ちを、おおらかな気持ちにさせてくれるので、とっても
を歌わせていただきます。最初はジョージア、オンマイマイ、それから次に I'll see you、 I'll be see you ですね。今日すごいなんて言うんでしょう、魅力的な声でしょう。いつもと違いますよ、ハスキーなんですね。今日せっせいをしたわけではないんですが、ちょっとこういう声なので本当に申し訳ないと思いますが、では2曲歌わせてください。
park across the way, the children carol sell, the chestnut tree, the wishing well. I'll always sing of you.